お元気ですか？こちらは昨日から土砂降りの雨です。どうやら台風が近づいているようです。でもきっとあなたにこれが届く頃には夏らしい暑さが戻っていて、台風に懐かしささえ感じているかもしれません。あれから3ヶ月経ちました。あなたはどうしていますか？内定取って遊んでますか？あなたは私と違って、ね、しっかりしてるから、しっかりちゃっかり。だからきっとそうなんでしょう。私はほとんど変わりありません。相変わらず最後の学生生活が思い出作りと就活と卒業で終わらないようにもがいています。でも強いて変わったことといえば、あなたの感じていた不安や抱えていた悩み、わかるようになった気がします。なんとなくだけど、あの時あなたにどんな言葉をかけて、どんな行動をすればよかったか、どういう存在であるべきだったのか、今ならわかります。今さらわかります。もっと早く気づけてれば、もっと違う未来があったのかなって何回も考えた。考えてもしょうがないのにね。なんで物事って理解するのにこんな時間かかるんだろうね。物事は手放して初めてそのものの価値に気づく。らしいね。よく言ったもんだよね。でも、向き合えた時には手遅れなんだよね。知ってた。伊達に進学校出てないよ。関係ないか。だからってまたあなたとやり直したいわけじゃないし、分かった今でもあなたを理解する自信はない。きっとまた同じこと繰り返すし、また壊れるのも怖いし、臆病ですね。ごめんね。今も昔も変わりません。でもずっと謝りたかったんだ。それだけ。じゃあまたどこかで会えたらよろしく。ちなみに返事はいらないから。じゃあね。